はい、今日初参加の FC バラコさんになります。はい、ありがとうございます。はい、ではいくつかですね、質問させていただきたいと思います。まずチーム名の由来とですね、どういった集まりなのか教えていただきたいと思います。大船渡のチームです。チームの名前ではちょっと主将キャプテンお願いします。私たちはもう各県からのですね、人々のこう集まりなんですけど、私新潟出身で、新潟ではいくらのことをバラコと言うと思ってたんですが、はい、どうも各県、私新潟県だけのどうも言い方のようで、その勘違いを皆さんが喜んでしまって、それがチーム名の由来となりました。はい、ありがとうございます。皆さんは集まりは各県ということなんですけども、会社とかそういったことでしょうか。岩手県。はい、岩手県庁の出先からですね、大船渡にあります、大船渡農林振興センターの復興支援で各県から派遣された、農業土木とか農業の事務の力。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ではまず、本日2試合やっていただいて、まあ、前半戦ということで振り返っていただきまして、今日の、まあ、調子だったりですね、まあ、初参加ということでどういった感じだったっていうのを聞かせていただければと思います。はい、やっぱり初戦ということでまだ体が硬かったですね。まあ、やっぱりこれから後半に期待してもらって、はい、頑張ってほしいと思います。どうでしょうか、2試合終わってみて。そうですね、私たちも手探りでやったんですけども、本当に初めての皆さん集まってですね、初めての試合だったんで、全然攻め方とかですね、チームの進め方、ゲームの進め方っていうのが全然わからなくて、戸惑いながらも試合の流れをですね、まあ食い止めて進めていったという感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ残り2試合後半に向けて一言お願いしたいと思います。まあ、前半頑張ったので、まあ、残り2試合もこの調子で頑張ります。意外と硬い。はい、ありがとうございます。では、最後にですね、一つ見せていただけるということで、お願いしたいと思います。何の、じゃあ、これ見せてくれますよ。じゃあ、行きます。じゃあ、後半に向けて頑張ります。はい、ありがとうございました。じゃあ後半、2試合頑張ってください。